チでは6センチの差があります。ただそれでもチャンピオン比嘉は1ラウンドから KO を狙いに行きますと宣言しました。一方チャレンジャーもノックアウト勝利14回のうち5回が1ラウンドという一発のあるファイターです。さあ歴史的な戦いの始まりを告げるゴングがこれから鳴り響きます。ラウンド1WBC 世界フライ級タイトルマッチ、その戦いが始まりました。ピンクのグローブにトランクス、積極的にジャブをポポンと出していきました。こちらがチャンプ、右をもらいましたが、このフェンテスはですね、距離は長いと思ってもどんどん前に出てくるから逆に縮まってきますよね。まあ、ですから、まあ、比嘉からすると無理に入っていこうと思わなくても自分が届く距離になりますから、はい、田中さん、最初自分から積極的に行きましたが一発もらいましたよね。そうなんですね、ちょっとそれが怖いところで、はい、やはり当てよう当てようと気になっていくと、やっぱり自分 もらパンチをもらってしまう危険性ありますから、はい、まあ、初めはもう相手のパンチの流れを読めるようにね、しっかりまずは相手のパンチを見たいところですね、はいはい、焦ることないんですよ。今村田さん、打ち終わりでフェンテスが右を出してくるんですね、はい、これを警戒したいとボディトレーナーは話していましたが、さらに強烈な左のボディブローを、実際にこの挑戦者フェンテスは相手が打った後に右をかぶせるというやり方しますからね、はい、比嘉の打ち終わりの右だけは注意が必要です。その中でボディからフックという比嘉得意のコンビネーションも見せています。ただ今のフェンテスの方がどんどん前に来ていますから、はい、まあ、比嘉とすると噛み合ってやりやすくなるはずですからね。そうですね、世界タイトルマッチは比嘉自身は3度目になりますが、初めてこのアグレッシブな好戦的なファイターを迎えることになりました。ガードを固めている比嘉、前に前にやはりチャレンジャーはチャレンジャーらしく攻め込んできます。ですが、あと左が入った、左が入ったぞ。ダメージはどうだ。あ、右を返していきます。慌てる必要はありません。中目が入った。1ラウンド来るぞ。その瞬間宣言通りの第1ラウンド、ダメージはまだまだありますからね。あ、トップ上げて消えた、ボディ消えた、やってくるか、衝撃の1ラウンド、ノックアウト勝利が来る。沖縄で立ち上がる、止めた、止めた、テクニカルノックアウト勝利、比嘉大吾、衝撃の1ラウンド。日本人ボクサーの偉大な記録に肩を並べました。まあ、15連続 KO。 フェンテスもキャリアのあるいい選手なんですけど、今の比嘉の力からして、まあ、やっぱり随分力に差が あったんじゃないかと思いますね。あ、そして37年前具志堅用高会長が果たせなかった沖縄での勝利を学べ、沖縄で行われた世界タイトルマッチが過去3回あって、いずれも具志堅さんを含めて敗れている。さあフィニッシュシーンです。まずこれ村田さん、ボディを効かした。そうですね、左のボディで下にガードがあって、その後左のアッパー、はい、でガードが上がったところ右のボディストレートですね。見事な上下のコンビネーション、控え室でも同じようなコンビネーションやっていましたね。その通りにやった、その通りにできるっていうのがやっぱすごいですね。いや、そしてかつての沖縄の